俺って女好きじゃん。ああ。エモいね。ああ。女さんエモいね。まあ一応したことないけどさ、承認欲求がこぼれちゃってる女の人好きなんだよね。女に限ってさ、自分辛いんですとか心配してほしいみたいなさ言いがちだよ、うん、俺ずっとお前と二人で住んでる時さ、俺ずっと家事とかやってたじゃん。いや、なんか、うん、家事とか掃除とか、はい、料理とか、はい、洗濯とかしてるだけで、まあ、仕事は一切してなかったじゃん、うん、でクソ楽だったんだよね、家事なんですよ生活ってあの専業主婦が辛いみたいなのってさ、うん、正直めちゃくちゃそんなことないんだよな。おっとだから育児はしんどいかもわからないよ、ね、やったことないからわからんけど、こなしで専業主婦だけやってますみたいなのさ、なんか暇だろお前って言っちゃダメな風潮あるじゃん、うん、専業主婦は辛いんですって言うから、うん、あ、そうなんだね、そういうもんなんだ、やっぱ辛いんだねってなってるけどさ、それは必要以上にその心配してほしい、気を使ってほしい女が叫んでるだけでさ、経験してみると分かるんだけど全然そんなことないんだよ。生理痛辛いんですとかさ、女性特有の悩みがあるんですとか、なんかいいよね男は楽でみたいな。でもそれって男がいちいち知ってほしいとか心配してほしいとか思わないから叫んでないだけなんだよ。ちょっと心臓のバクバク止まらんかもとんでもないこと言ってるよ今。いやだからね、まあ女って頭悪いんだよね。あ、忍耐力もなくてそのくせ心配はしてほしいって、なんかそういうところが俺すっげえエモくて好きなんだよね。陰キャ界のジローラモです。俺はいいね、女ってエモいね。日本語圏住んじゃダメだな俺ら日本語理解できる人が住んでる地域に住んでたら死にます俺ら多分いつか撃たれる、撃たれる、ほんとジローラモみたいにイタリア行こうぜ俺ら。逆に逆に俺らがイタリア行ったら生き残れるかも、うん、でなんかやっぱそういうのが一番顕著に現れるのってさ、ツイッター漫画やない？あるよね、なんかある、あれ俺大好きなんだよね。なんか女に限ってさ、エッセイ漫画とか書くやろ、その子育て、あ、子育て漫画、あるあるある、生理痛漫画、子育て生理痛、あと夫への愚痴、夫への愚痴で逆に理解のある彼くんとか、理解のある彼くんも流行るし、うん、なんかそういうのでしか自分を満足させられないんかな、うん、本当女って見にくいな。あ、男一切そういう漫画書かないでしょ、女でしょ、うん、絶対そういうの書いてるんだって。女と会ったことある大丈夫、その生きてて今後女とかかる予定ない、もしかして。ああ、俺こういうことを言ってネットに残してたら一生幸せにならんな。うん、ですよ、まあ、見ていこう。ああ、漫画見ていく。その、俺お気に入りのあるんだよね。いや、俺も結構なんかあるし、お前もそういうの好きでしょ。俺はお前と公言はしないけど好きだよ。好きだよね、うん、公言しちゃったな。好きです。今まで俺が言った女への差別発言全部お前も言ったことになってる。 100% 共感してた。あ、してた、うん、いいね、うん、まあじゃあ先手俺でいい？あ、いいっすよ。先手俺の人生で一番おすすめをまず一発目で出すわ、うん、エモすぎる、寝れない夜もこれ読んで寝たし、なんか YouTube が伸び悩んでて鬱っぽい時もずっとこれ読んでたし、あ、どういう漫画かっていうとね、うん、あの男に生理があったらっていう漫画、たまんなくね、このタイトルだけで。うん、わかるでしょこの感じ。なんか小学校の授業で、うん、男性にはこういう月経というものがありますよ。俺ちょうど修学旅行にかぶる。どんまいじゃん。俺ちょうど終わるとこだ。え、二人とももう来てるの？方。これもうやばくない、この時点で。あ、女性ホルモンの香りする。女性ホルモンの香りする。もう生理辛いんです。知ってほしい。男性が味わったらこうなんですよっていう。いや、いいですね。これ子宮づいてる音聞こえるね。聞こえる、本当に女性ホルモン変わってくる、うん、で大人になってね、うん、来週の土日海行こうぜ、俺そのあたりあれかも、次の週は俺がダメだ、その次だと俺が被る。え、別に海行けないんだ、うん、女の人は、うん、そんなことねえだろ別にいつもの仲良しグループで海行けない経験なんてしないと思うんだけど、うん、ちょっと持ってる、ちょっと持ってるし、持ってるとこもあるかな、うん、お前ナプキン何使ってる？俺最近タンポにした、あれに踊り入れるじゃん慣れれば楽だよこれ、まあ、膣に入れるナプキンは、まあ、尿道っていう設定になってるらしい。ちょっとなんかまあまあ、うん、まあ俺尿道結構開発してるからこれ全然いけるけど俺もね。ちなみに2日目が休日に当たってよかった、痛い、だるい、眠い、今日は1日暖かくして寝よう。ちょうどなんか女が好きそうなルックスの男を描いてるのもいいよ、ね、バナナフィッシュだよ。あー、大好きそう、だバナナフィッシュ好きそうだね、漫画好き、いいね。で、まあ、女性は生理がないから、うん、え、男の子の日？じゃあエッチできないの？仕方ないけどさ、男の子の日なんだ。じゃあおうちデートに変更しようか。ごめんな、買い物に付き合うって言ったのに。で、まあなんか仕事もしてて、予定より早く来た。ズボンに染みる前に気づけてよかった。1ヶ月ってあっという間だな。これ名刺交換するとき、
ドロリ。あ、これアニメ化してほしい。アニメ化してほしいね。エモすぎるもん。こんな名作ないでしょ。やっぱり被害者意識あるんだな。そうそうそう。スエリはカルマ的なものだと思う。カルマ背負って生きているみたいな自覚があるのかな、ジュさんは。いいね。すっごいこう気持ち悪いよね。男がもしなったらっていう設定で漫画描こうってなってるの。この漫画を描いた人の意図とか、この漫画自体の気持ち悪さとか、すべてが俺すげえ好きで、俺の中では本当に聖書だね。バイブル。バイブルでやってます。ああ。じゃあ俺のやつ見せていい？おう。大丈夫か？さっきの超えれるか？まあ、これかな。なんか女の人ってみんな基本メンヘラじゃん。まあまあまあ、まあ、それをすごい表してる漫画なんだけど。おお。なんなんだこれ。あ、これね。知ってんの？俺も大好きこれ。あ、これ好き？これ大好き。これおもろいよな。これいいね。なんで俺この話題共感できてるの？ジャンプの話ね、今。若い頃、漠然と私はずっと死にたかった。うおー、もうこの時点で良くない？知らねーよ。この一文書けねー。ずっと死にたかった。なんとなく30歳ぐらいに死ぬと思ってた。27歳、28歳、29歳。結婚してね。普通に結婚すると。意志弱すぎだろ。30歳。あれ？生きてしまった。このなんかさ、デフォルメの仕方もよくない？そうだね。自分なんだよ、これ。そうそうそう。自分を描ける。自分のデフォルメ仕掛けてなって、このタッチでいける？いけないな。自分の絵描こうってなった時、ね、このタッチでいくか。絶対いけないよね。女性って結局こう、なんか自分の見た目をめちゃくちゃ気にするじゃん。それ男性より何倍も。だから自分の自画像を描くってなった時にね、漫画を描く上で。ものすごい繊細な部分だと思うんだよ、これって。自分の自画像を描く作業、女性からしたら。可愛くしすぎたらダメだし。そうそうそう。変にそのふざけすぎてもダメだし。なんかまあ髪型とかはさ、多分結構本当なんだろうね。多分ね。この女の人の自画像、でずっと自止めなのよくない？その自意識の中でなんか自分は結構ある程度テンション低くてなんか他人に興味ないみたいな、そういう自意識があるからこそ、自止めで自分のことをデザインしたんだろう、ね。現れてるよ、ね。現れてるね。この夫のこの見た目もさ、大体これじゃない？このメガネしてて普通の人に。わかるわかるわかる。こういう漫画の夫デザインこれだよな。で、なんかまあコロナ禍になって、緊急事態宣言、一斉休校とかね、あって、子供もいてね、死があまりにも身近だ。コロナごときで。コロナごときでね。ああ、どうなる？この子が感染したらどうなる？いいね。これ書いてるんだもんね、女の人が。かっこいいな、これ。どうかこれ以上感染拡大しないで、子供たちの胸がかけることのないよう、一日も早く就職しますように。絶対守る。漠然と死にたかったのにさ、そうそうそう、29で普通に彼結婚してガキこさえてさ、意味わかんねえよな。コロナ禍になって死を身近に感じたから生きようっていう、もうなんか全部が浅いんだよな。そうなんだよね。いいね。これ書く時間ね、この漫画。そうなんだよね。 iPad とかで書いたんだろうね。 iPad とかで書いたんだろうね。じゃあお前のターンな。うん、じゃあ女漫画の、なんだろうな、戦闘漫画で言うと、理論上の戦闘力で言ったら一番強いみたいなキャラ。本当の火力で言ったら、これが一番強いと思ってる。わかる？ああ、出たー！これ。丸い女の子と男の子。そうそうそう。これ大好きなんで、昔から。いいよね。全身取り渡すよね。そうそうそう。足の裏まで取り渡すよ。これ初めて見たとき、スマホ割ったね。あ、割ったんだ。この4コマ漫画ね。こういう系をたくさん投稿してんだよ。これ！これ、ふい、まんましてくれるの？まんま？ま？むにむにむに、うぃー、何を注意しようとしてなんか忘れた。いやあ、ごめん。ごめん。こうなるでしょ、でも。痛いけど。ごめん。俺を初めて呼んだ時に、いやあってやったんだよ。なるでしょ、なんか、うずうずして、暴力振るいたくなるでしょ。これこれこれ。これはすごい、こう正気のタダじゃない。こんな漫画描いてツイッターに上げれんの、ちょっと狂ってるよこの人。狂ってるこれ。同じ生き物とは思えないね。思えないな、到底。染色体一個違うだけここまで変わるんだな。変わるんだよね。すごいな。これまずキャラデザ、これ秀逸だね。これこのキャラデザがたまんないっすね。たまんねこれ。しかもこれコマ全部使いますし。すごいなこれ。手塚治虫ぶち切れていいよね。ぶち切れるよ。漫画の発展に貢献して手塚治虫が出たな、これ。世に広めたのに、今の4コマ漫画、これだよ。ぶち切れる、さすがに。これはもう、たぶん、コボちゃんがつまんねえって言うと思う、たぶん。コボちゃんがつまんねえ。コボちゃんが吹き出しで、つまんねえ、これって言うと思う。あとね、なんか、この人の作品めっちゃ好きなんだけど、ほら、こういうのも書いてんだよ。グニ、かじると横から出てきて、食べれない。また溶けたまま食べてん。今買ってきたから、ちゃんと冷やしてから食べるとダメでしょ。動かないで、
お皿ティッシュあげるでね。どっか触ったらダメだよ。いやこういうことなんだよ。こうなるでしょう。女友達いなそうじゃない、この女の人。俺書いた女の人、これを見て女ってやばいよねっていうのはちょっと女の人に失礼だな。確かにこれは中でもいたんだよね。上部 1% の気違いだから。気違いだね、これは。素晴らしい。自分としっかりした彼氏、彼くんね。彼くんなんだ。彼くん、ごめん、二度と間違えない。最後これかな。これ結構有名だと思うんだけど、あ、最近流行ってるよね、この人。最高なのよ。なんか風俗嬢の自分語り漫画。お、いいね。大学生の頃、私は風俗で働いてた。こういう仕事をしていると金銭感覚が狂っちゃってまともに働けないねとか、年経ったらどうするつもりとか説教してくるおっさんがいるが、逆でね、ご心配なく、金銭感覚が狂ってないし、この仕事で貯めた貯金が3000万あります。うえー、暗黒美少だよ。暗黒美少だ。絵に描いたような私は風俗で稼いだ貯金と購入した投資用マンションの家賃収入があるおかげで、欲しいものも買えているし、毎日の生活できている。わあ、いいね。やっぱこう、自分が風俗をやってたこととかが、多少その負い目に感じてたりね。負い目に感じてて、その裏返しとして、こう、自分を肯定しないと、自分で生きるっていう漫画でね。そうそう。いや、いいね。なんか女性心理がすげえ現れてるね。まあ、これ書いた男の人はすっげえ女性心理よくわかってるよね。これめっちゃわかってるんだよ。男が書いてるんだよ。そうだよね。めちゃめちゃ皮肉ってるんだよ。超すごくない？この人は、ちょっと別枠だけど、すごい。すごくこう、的確に表現してて、俺好きなんだよな。3000万貯金あるのすごすぎだろ。投資用マンション買ってんだよ。いいね。いるか、そんなやつ。闇金牛島くんの第1話目読んでるみたいだった。新しい章の第1話目。この調子乗ってる女がこれからどんどん落ちていきますよっていう説明の、これ牛島くんで書いてくんねえから続き、まあ最後は女の漫画でもなかったけどさ、やっぱ女の漫画よくない？漫画を書いて人に発表するっていうのは誰でもできる時代だから、やっぱ女って自分のこと心配してほしいし、で分かるってなるのも楽しいし、こういうのが流行るのって必然なんだよね。いいね、この文化はどんどん英語続いていってほしいね。そうね。